松尾入野は日本のフィギュアスケート選手。2019年ジュニアグランプリリガ大会3位。2020年全日本ジュニア選手権1位。2020年グランプリシリーズ NHK 杯3位。日本スケート連盟強化指定選手。愛知県名古屋市出身。精霊中学校から名古屋市立前津中学校へ転校。血液型は B 型。9歳の時にスケートを始めた。 憧れの選手は、浅田真央と同門の山下真子。ジャンプに関しては、ダブルアクセルが飛べるようになるまで2年かかり苦労したが、ダブルアクセルを習得してからの進化は早く、短期間のうちに5種類のトリプルジャンプを飛べるようになった。2019から2020シーズン、7月に、名古屋市港区の国数スポーツランドで行われた、名古屋市スケート競技会、 国数スポーツランドハイジュニア女子に出場し、SP1 位の荒木奈々を逆転し初優勝。さらに8月大津市の滋賀県立アリーナで行われた地方競技会、原産サマーカップのジュニア7級女子に出場。国数ハイから、さらに難易度を上げ SP だけでなく、FS も後半に、すべてのコンビネーションジャンプを入れる構成に回ほぼ、ノーミス演技で、 国数杯に続く優勝を飾った。9月ジュニアグランプリに参戦し、第3戦目のリガ大会で3位となった。第7戦目のイタリア大会は、デンブダボクにより危険アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。初めての全日本ジュニア出場となった2018年、全日本ジュニアフィギュアスケート選手権の フリースケーティングで解説であり元同門の先輩である村上かな子は細身の体型なのにジャンプの幅がすごくて勢いもあるのでこの子は伸びると小さな頃から才能を感じていたことを話している。また第39回全国中学校スケート大会女子シングルプレビューのコラムの中ではジャンプの質の高い選手と紹介された。 ジャンプの質には高さのみならず、幅が大事とされ、日本フィギュアスケートインストラクター協会の大西、マサル・タカシは、幅を飛ぶと着氷した後の演技がスムーズで、高さだけでは、流れが止まってしまうと語っている。その、才能が開花し始めたのか初めての、ジュニアグランプリシリーズとなった2019から20シーズンの ISU ジュニアグランプリリガハイでは190点台を、 マークして表彰台に乗った。初めてのジュニアグランプリでの190点台での表彰台は2016から2017シーズンの ISU ジュニアグランプリリュブラナハイでのキヒラリカ以来の快挙である。現在は3回転アクセルを練習している。お手本としてキヒラの名前を挙げている。また4回転トーループや4回転、サルコーの習得も目指している。 3回転ルッツマイナス3回転トーループや3回転ルッツマイナス3回転トゥループマイナス2回転トゥループのコンビネーションジャンプを得意としプログラムの中に取り入れている2019から2020シーズンからショートプログラムでは後半に3回転ルッツマイナス3回転トゥループのコンビネーションジャンプを入れフリースケーティングでは後半に3回転ルッツマイナス3回転 トーループマイナス2回転トーループ、3回転フリップマイナス3回転トーループ、3回転ループマイナス2回転トーループの3つすべてのコンビネーションジャンプを固める構成に難易度を上げた。ありがとうございます。